Round 1. Fourth match. You send next. I move. Versus. Benefit 1. Mona Liz.久しぶりの感覚で緊張もしつつ対戦の仕方も変わったのでちょっと不安もあるんですけど、なんかすごい楽しみの方が勝っていて、すごい新しいアイムを本当に見せれるなって、本当にみんな自信満々で今日は迎えれているので本当に楽しみにしててください。始まって10秒後ぐらいにちょっと全員がオラオラみたいな感じの振りがあるんですけど、そこですごい心をつかみたいなって思うポイントになってるので、ここからこうアイムーンの変化、表情だったりも見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この前の YouTube でひなちゃんが花火に戻りたいって思わせるって言ってたと思うんですけど、まあ、戻る気は1ミリもなく、もう今回モノリスに入って一発目のラウンドなんですけど、しっかり私はこうモノリスになったっていうところを見せつけたいと思います。今日は勝ちます。作品のテーマは去年からやりたかった自分たちのプライドという一言にかけて、このシーズン1、シーズン2どっちもヒールだったり防具だったりっていう自分たちの掲げてきたものに対してのプライドを前面に押して、内容的には静と動がしっかり分かれていたりとか、パッションなところと妖艶なところがはっきり分かる作品かなというふうに思っています。大人の魅力を担当ご堪能ください。めっちゃしてます。もうドキドキなんですけど、一発目かまします。2023シーズン盛り上げれるように頑張ります。もう少しで始まるので、もうみんなで気持ちを高めてぶちかまします。大切な初戦、いいスタートが切れるように頑張ります。もう行くんちゃう。頑張ります。待って、めっちゃ入った。できます。先攻は優先ネクストアイムーン、迎え撃つ高校はベネフィットワンモノリス。ジャッジの結果を見ていきましょう。レッド、レッド、
レッド、レッド、レッド、レッド。さあこのフォースマッチ見事スイープでの勝利となりました。 The winner is Benefit One Monolith。 おめでとうございます。6票獲得、スイープでの勝利となりました。悔しいよ。正直負けたと思ってるし、ここからだって気持ちを持ってほしいし、負けたつもり一切ないし、そこはやっぱりなんか忘れないように、絶対ダメなんかじゃなかったし、負けてないから、ね、いいな、負けてないから、ね、謝んなくていいし。Round 1, 5th match. Cyber Agent Legit versus Valiant's Infinities. Yo. What's up, boys? What's up, my boys? Sado, dude. おはようございます。バリ楽しみですね。あ、衣装これ私服なんですよ。これ全然嬉しいです。なんか衣装って言われて嬉しいです。今回バリエンスさんじゃないですか、戦う相手が新チームってことで、もうね結構当たりが強くてですね、エンタメショーには負けねえだろうみたいな感じで言ってきてるので、それで片付けてほしくないし、まずエンタメなめんなっていう気持ちもあるんで、ぶち倒したいなと思ってます。注目ポイントはタオルを使ったあらゆる技が出てくるんですけど、プラスそれを使ったダンス、みんなのダンスっていうのも見ものなんで、みんなに楽しんでもらえるよう精一杯踊りますんで、よろしくお願いします。僕も出ます。初陣なんで、ヒップホップのみんなにいい流れを持ってきてもらって、かなり仕上がってるんで、あとはもう本当本番でそれを出すだけなんで。こっち、こっち、こっち。ちょっと髪もバチバチセットして、かぼちゃます。ありがとうございます。もう気合い十分ですね。俺らのかっこいい全部持ってきてるんで、思いっきりパッてやってやりたいです。楽しみです。非常に全く違うスタイルのショーケースやってくるなと思ってるんで、いい意味でスタイルワーズになればいいかなと思います。ヒップホップ軸というものには変わりないんですけど、
ブレイキンがその中に少し融合されているところが、まあ、他のチームには多分ない僕らにしかできないところなのかなというふうに思っているので、まあ、そこがかなりの見どころです。本当にまあ自分たちのスタイルっていうのをまずしっかりここで提示できればいいかなと思います。ぶっ倒しげます。リラックスします。今バリバリバリ今バリ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 今バリ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 せーの、おい。せーの、おい。よし。先攻はサイバーエージェントレジット、迎え撃つここはバリュエンスインフィニティーズ。見ていきましょう。ブルー、レッド、ブルー、ブルー、レッド、ブルー。 The fifth match、 勝者は On the blue corner、 サイバーエージェントレジェット。はい、はい、よっしゃ、気持ちいい、このエレベーター。はい、あー気持ちいい、空気おいしい。マジでさ、あのさ、会場から出てたところめっちゃめっちゃ嬉しいですね。いや、どう見られるのかなと思ったんですけど、抱きつきそうね。しっかりダンスもね、見せてたんで、多分そこを審査員の人たちも見てくれたのかなと思います。あの、それ以上に終わった後の拍手だった歓声がものすごい良かった。いや、もう気持ちいいです。めっちゃ嬉しいです。本当にこの調子でもレジット頑張るんで、もう本当に期待しててください。ありがとうございました。これは逃げれるんですか、逃げれるんですか、逃げれるんですか。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。これが D リーグだから、まあ洗礼を受けました。 D リーグただもう反応絶対いいから、周りの方がそれを楽しめる。仕上がって、分かったの、不安だった。なんか味方すげえ多いし、形じゃない、大丈夫、勝ってるから、勝ってる。はい、よっしゃ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 、最悪や、勝ち勝利は。Round 1, 6th match. Kadokawa Dreams versus Life of Alt Rhythm.Thank you.
カチカチは初めてですね。はい、何ですか、ごめんなさい、ぼーっとしてた。気合がバチーン。あ、びっくりした。不思議な感覚ですね。なんかちょっとそわそわしますね。はい、感慨深い、いい感じがします。今は心機一転、お互いライバルとして頑張っていきます。ありがとうございます。絶対勝ちます。もう濃い青髪にしました。今回ただの気合い入れですね。ドキドキするけど今はまだ落ち着いてます。やっぱり緊張と、あと、まあ、不安の部分とかやっぱり大きいですね。直前まで不安だったり、そういうものにすごく押しつぶされるタイプなんで、緊張とかに。なんで、まあ、楽しいなとか、いよいよ始まるぞワクワクみたいな部分が、まあ、もちろんありますけど、やっぱり不安とかそういう部分大きいですね。ライフルさんとはこの D リーグの VS になって、僕的にはそのバトルの要素もありつつ、芸術的なアートとアートのぶっつけ合いみたいなところっていうのができる、本当に数少ないチームのうちの一つがライフルアルトリズムだと思ってるので、その部分っていうのはすごく意識しました。このパターンはなかなかですね。一回やろう。ありがとうございます。どうですか、心境。心境カロート。あ、リハはついさっき終わったんですけど、めっちゃ調子良かったです。まあ、今回からでも、ね、照明がこうつけれるんで、そのタイミングとかが多分ちょっと難しくて、20分しかリハないからとか話していいか分かんないけど、でもこれがマッチすれば聞けますよ。角川はよりなんかこうちょっとバチバチ感があるというか、でも角川の啓太さんと亮さんが まず仲いいんで、まあ、私たちもなんか勝手に角川大好きなんで。髪型もですし、何より僕に目力が生まれたというこの奇跡が今日発生しました。はい、はい、お願いします。お願いします。こっちにバトンタッチされる。はい、はい、わかりました。はい、ほら、本当はこれ全部もらいたいです、私が。うちのチームは今年は本当に強いです。追いつかなくて、なんか3つだけついたっていう。で、それも集中できなかった。でもすっごい良かった。あ、うん、他のチームさんがめちゃくちゃ明るいから、うん、逆に絞って僕は好きだね。後半やっぱりちゃんと派手になってくれるから、なんか緩急があっていいと思う。もう自分たちのベストをずっとリハーサルから出し続けていたので、もう何も後悔はないというか、すでに。あとはダンサーがやっぱりお客さんが入って中から出てくるエネルギーとお客さんのエネルギーが交わって素晴らしいステージになると確信しています。俺らが一番かっこいいです。D リーがみんないるんですけど、角川が一番かっこいいです。見とけってこと、ユノセン。ハッピーバースデー、ありがとう。こいつのチーム名は今日ビリビリになります。絶対勝ちましょう。はい、せーの、マッチスケジュール。やー、みんな一体お願いします。絶対に勝ちます。行ってきます。クロスハンド。やっぱ年齢も若干上目な選手が多いので、大人の余裕を持って勝ちに行きたいなと思っています。楽しみもお願いします。今日は勝つ。回します。やったるね。
どけ。From the blue corner, Kadokawa Dreams. Billion stars on the track. Million stars on the track. Yeah. KOKOA KADOKAWA DREAMS 迎え撃つ KOKOA ライフルアルゴリズム。さあ、結果が出ました。それではジャッジの結果を見ていきましょう。レッド、レッド、ブルー、レッド、レッド、レッド。勝者は On the red corner Life of Old Rhythm。やったよ。できちゃう。喜びの。喜び。泣き泣きの。泣き泣きの。ラブ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 。イエーイ。乾杯。ケビ。はい、これで帰ろう。みんなごめんね、できよ。アミンも抜けなかったし、ひっくりチームにもかけてっていうのを今ババババアミンをまた押した時がマジか、結構悔しいな。何個